い、今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。と以前のハッピーポイントでも双葉組さんのお友達、自分でいろいろなことに挑戦していますというふうにお話ししたかと思うんですけれども、今日はお片付けをすごく頑張ってくれたお友達が多くて、以前だったら先生がもうお片付けしておやつ食べようねと言っても、もう誰も見向きもせずずっとおもちゃでね、まだ遊びたいので遊んでるっていう感じだったんですけれども、最近はじゃあ先生のお手伝いしてくれるお友達っていうふうに言うと、もうカゴを持っておもちゃをお片付けしたり、大きな大型ブロックがあるんですけれども、結構大きいんですよ、もう本当に下からこのくらいまであって、子どもの背丈ぐらいあるものとかも頑張って抱えて歩ったりとかして、頑張って運んでいる姿が見られてすごく嬉しいです。なんだかもう何ですかね4月から始まって12月になって、すごくいろんな部分で成長っていうのが見られて、日々見られて私もとても嬉しくなった一日でした。今週もだいぶね、寒さが厳しくはなってきたんですけれども、寒さに負けずに子どもたちと楽しく過ごしていきたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。